立てと、ライブの MC だと思って話せばいいんだよね。オッケー。ヤッホー、みんな楽しんでくれてる？ビビットバットスクワット白石杏です。今日は私たちの歌を聴きに来てくれてありがとう。もともとは小羽と二人でビビッツっていう名前で歌ってたの。アキトやトウヤと組むようになったのは、まあちょっとあってね。4人で組むのも面白そうだなって思えたし、こうして一緒にステージに立つことも多くなったってわけ。世の中何があるかわからないもんだよね。そうそう、私には、私たちには夢があるの。みんなはケンってミュージシャンのこと知ってる？私の父さんで、今はウィーケンドガレージっていうライブカフェ&バーを経営してるんだけど。あ、この界隈で知らないやつなんていない？ちょっとアキト、MC に割り込んでこないでよね。知ってる人も多いと思うけど、父さんは地元のみんなから愛されてたミュージシャンだったの。その父さんのミュージシャンとしての集大成、それが伝説のイベント、ラッドウィーケンド。父さんが言うにはね、あのイベントは自分一人じゃ絶対に成功しなかったんだって。自分が信じる最高のクルートだからこそたどり着けた場所だって。父さんが仲間やお客さんたちと気持ちよさそうに歌ってたあのステージ、今でもはっきりと覚えてる。あのワクワクする気持ちだから私もラッドウィーケンドを超えるイベントをやりたい。私の信じる仲間と一緒に必ず叶えてみせるって決めてるの。それで仲間を探していた時に出会ったのが小羽。歌声を聞いて、この子だ、この子しかいないって確信した。この子と歌いたい、そう思わせてくれる歌声だったから。私たち組んだばっかりだし経験は浅いけど、歌には結構自信あるよ。だから今日のライブも期待してたよね。よし、こんな感じでしょ。